ウィリアム・フィリップスウィリアム・フィリップスはアメリカ合衆国の外交官。1922年から1924年まで、及び1933年から1936年までアメリカ合衆国国務次官を務めた。1878年、フィリップスはマサチューセッツ州ベバリーにおいて誕生した。フィリップスは1900年にハーバード大学に入学し、 1903年にハーバード大学法学大学院を修了した。大学院修了後、フィリップスは中イギリス大使、ジョーゼフ・ホジスチス長との下で事務員となり、ロンドンで公職生活を開始した。フィリップスと長とはマサチューセッツ州時代に家族ぐるみの信仰があった。1905年、フィリップスは中国の北京において公使館の事務員となった。 中国駐在中の1908年、国務省において極東部が新設されると、フィリップスは初代部長に任命された。1909年、フィリップスはロンドンでの業務に復帰した。1917年、フィリップスはウッドロー・ウィルソン大統領のもとで国務次官補に任命された。フィリップスは1920年まで国務次官補を務めた。 1920年、フィリップスは中オランダ講師及び中ルクセンブルク講師に任命された。フィリップスはハーグに居住し、1922年まで同職を務めた。1922年、フィリップスは国務次官に任命され、1924年まで同職を務めた。1924年、フィリップスは中ベルギー大使及び、 中ルクセンブルク講師に任命された。フィリップスはブリュッセルに居住し、1927年まで同職を務めた。1927年、フィリップスは中カナダ講師に任命され、1929年まで同職を務めた。1936年、フィリップスは中イタリア大使に任命された。フィリップスは 第二次エチオピア戦争によって悪化した合衆国とイタリアがとの関係を円滑にすることに努めた。1941年、フィリップスは合衆国がイタリアに宣戦線布告する直前に大使職を辞任した。フィリップスは翌1942年、ロンドンのアメリカ合衆国戦略庁法局で局長に就任した。1942年10月、フィリップスは フランクリン・ルーズベルトの個人施設に任命され、インドに赴任した。フィリップスは、インドのイギリスからの独立を支持する見解を持っていた。ために、特に、イギリス人からの評判が悪いとされていた。1944年、フィリップスは、外交官職を知り添い、1945年に、国務長官、エドワード・ステティニアスの特別放佐となった。1946年、 フィリップスはパレスチナ問題に関する米英委員会で委員を務めパレスチナの分割に反対した。1947年、フィリップスは太陽国とフランス領インドシナとの間の国境問題を仲裁したが失敗に終わった。ありがとうございます。